1981年8月24日に行われた戦闘である。イギリス軍と13植民地の間の紛争として始まったアメリカ独立戦争の一部であり、戦争が西部のフロンティアに拡大して、そこのインディアンをイギリス軍の同盟者として戦争に巻き込んでいた。この戦闘は短時間で終わり、決定的な結果になった。一時的に西部に来ていた。 モホーク族の戦闘指導者、ジョセフ・ブラントが率いる約100名のインディアンがアーチボルド・ラフリーの率いるほぼ同数のペンシルベニア民兵を吸収した。ブラントとその部隊はアメリカ側兵士のすべてを殺すか捕虜にし、しかも自部隊に損失を出さなかった。ラフェリーの部隊はイギリス軍地域本部のあったデトロイトに対する作戦のために ジョージ・ロジャース・クラークが立ち上げた軍隊の一部だった。クラークは北西部フロンティアでは決出したアメリカ軍指揮官であり、バージニア知事のトーマス・ジェファーソンと共にデトロイトを占領し、インディアンの敵対行動をイギリス軍が支援しているのを終わらせようと期待して、この遠征を計画した。1781年8月初旬、クラークと約400名の兵士が ペンシルベニアのピットトリデを船で出発し、オハイオ川を下ったが、ラフリーの部隊より数日先行していた。ラフェリーは本隊に追いつこうとしていた。ジョセフ・ブラントの部隊は、クラークの攻勢に対抗するために立ち上げられた、イギリス軍とインディアンの連合軍の一部だった。ブラントは、クラークの部隊に対抗するには、兵士が足りなかったが、クラークと、 ラフリーの間の伝令を捕まえて、ラフリーの少数部隊が後方から来ていることを知った。ラフリーが兵士と馬に職を与えるために上陸した時、ブラントが吸収をかけて大成功に導いた。クラークはその作戦に必要と考えた兵士を徴兵していただけだったので、ラフリーの部隊を失ったことで遠征そのものを中止することになった。オハイオ川渓谷では主に、 アメリカ植民地南部と西部の植民者とオハヨ川北岸にいるイギリス軍と同盟したインディアンとの間でアメリカ独立戦争が戦われていた。イギリス軍はデトロイトの拠点からインディアンの戦死部隊を徴兵士物資を補給してアメリカ側の砦や開拓地を攻撃させ独立戦争の主戦場である東部からアメリカ側軍事資源を分散させるとともに インディアンと魅力ある毛皮交易をしっかりとイギリス帝国に結びつけておこうと期待していた。オハイオ領土のインディアンは主にショーニ児族、ミンゴ族、デラウェア族及びワイアンドット族であり、ケンタッキーからアメリカ人開拓者を追い出してスタンウィックストリデ条約やダンモアの戦争で失っていたその狩猟上に対する権利を取り戻すことを期待していた。アメリカ側は オハイオ川北岸にある敵対的インディアンの集落に対して散発的な遠征を行うことでケンタッキーを確保しその地域に対する領有権を確実にしようとしていたケンタッキーにいたバージニアの軍隊士官であるジョージ・ロジャース・クラークはデトロイトを占領することでこの境界戦争に最終的に勝利できると考えたこのための基礎工作として 1779年にイギリス軍前進基地であるヴィンセンズを占領し、デトロイトのイギリス軍指揮官であるヘンリー・ハミルトン副知事を捕まえていた。クラークはこの一撃でインディアンとの戦争をほとんど終わらせることになると語っていた。1779年にデトロイト方面作戦の準備を行い、1780年にも再度行ったが、 兵士と物資が集まらずにどちらも中止された。クラークは人がいなくてはデトロイトは取れないと嘆いていた。もし我々が現在の作戦に失敗し遠征を行えなければフロンティアの全体について致命的なものになることを恐れる。ジョージ・ロジャース・クラークからジョージ・ワシントンに当てて1781年5月20日1780年遅く、クラークは東部に行って、 バージニア知事、トーマス・ジェファーソンに1781年の遠征について相談した。ジェファーソンは、イギリス軍がケンタッキーに対して、攻勢をかけるという噂があることについて、これを阻止するため、クラークに2000名の兵士を率いて、デトロイトを攻める案を提案した。この作戦を組み立てるときに、大陸軍の大佐たちとの上下関係で紛争を避けるために、 クラークはジェファーソンに大陸軍の順序に昇進させてくれるよう要求した。しかし、クラークはアメリカ合衆国ではなく、バージニアからの大佐任官を受けているだけだったので、軍隊の規則に照らせばクラークは大陸軍の任官を受けられなかった。ジェファーソンはその代わりに、クラークをバージニアのオハイオ川から西方への遠征をまとめるべき部隊の 準将の位に昇進させた。1781年1月、クラークはその兵士と物資を集結させるべく、西ペンシルベニアのピットトリデに向かった。その目標は6月15日までに、ピットトリデから遠征隊を出発させることだった。しかし、それまでの作戦と同様に十分な数の兵士を徴兵することが問題だった。ジェファーソンは、バージニア西部の軍に、 クラークの作戦のための辞任を供給するよう要求したが、軍部の役人は人を出すことができないと訴えた。民兵は半年から一年に及ぶような長い遠征に出ていくことを望まなかった。東部ではチャールズ・コーン・ウォリスの指揮するイギリス軍に、北部からはインディアンの襲撃に、また地元ではロイヤリストの攻撃にその家族や家屋が脅かされていた。 このような抵抗があったので、ジェファーソンは、民兵隊に遠征への堂々を命じるよりも、志願兵を要求した。ジェファーソンは、この志願兵部隊に加えて、大陸軍のジョン・ギブソン大佐が指揮する、正規兵200名の一個連隊もクランクに同行するよう手配した。しかし、大陸軍士官と民兵の間には、以前から続くわだかまりがあり、このような共同行動には、 問題があった。ピットトリデの大陸軍指揮官、ダニエル・ブロードヘッド大佐は、最近アメリカ側との戦争状態に入った、デラウェア族インディアンに対する遠征を自ら率いるために、クラークの遠征隊に、部下の兵士を割くことを拒否した。ブロードヘッドは、オハイオ領土に進軍し、1781年4月には、デラウェア族の首都である古食トを破壊したが、 このことで、デラウェア族を決定的な敵に回しただけであり、クラークのデトロイト遠征にどうしても必要な兵士や物資を奪うことになった。クラークは最近バージニアとペンシルベニアの間の境界紛争が収まったばかりであり、長引く沿困のためにペンシルベニアの住民がバージニア人の指揮する遠征に参加を望んでいないという事情で、 ペンシルベニアから徴兵しにくい問題も抱えていた。クラークが行ったペンシルベニア住民を帳簿しようという試みは、議論を予備的耐震を強くしていた。クラークを支持した一人のペンシルベニア人が、ウェストモアランド軍民兵隊の指揮官、アーチボルド・ラフリー大佐だった。1781年7月4日、ラフリーは、 ペンシルベニアの最高執行委員会議長であるジョセフリードに宛てて次のように手紙を送っていた。我々はこの夏に大変な苦悩を感じている。敵はほとんど絶え間なく我が国にあって住民を殺し捕虜にしている。攻勢を取る以外に我々を守る手段はない。クラーク将軍はインディアンの国に向けた遠征を可能にするために我々の援助を求めた。 ラフェリーは、リードの承認を得て、クラーク遠征隊のための徴兵を始めた。ウェストモアランド軍の多くの男たちは防御のないその、下境を離れることを望まず、ラフェリーはやっと100名ばかりの志願兵を集めた、だけだった。1781年8月にやっとクラークが、ピットトリデを進発した時、その部隊は、わずか400名に過ぎなかった。ただし、ヘンリートリデで、 ラフェリーとその部隊と合流できると期待していた。クラークはその作戦に支援が得られなかったことを怒っていたが、ネルソントリデで合流する、ケンタッキー民兵隊が補強になると期待していた。デトロイトを攻撃できるだけの兵力が集まらないとしても、少なくとも敵インディアンに対する遠征を実行するつもりだった。ジョセフ・ブラント、ロンドンのジョージ・ロムニーが、 1776年、イギリス軍指導部と、その同盟インディアンは、効果的な情報網のおかげで1781年2月には、クラークの遠征計画に気づいていた。4月、防御のための作戦会議が、デトロイトで開催された。デトロイトの指揮官は、ヘンリー・ハミルトンの公認であるアレント・ド・ペスター、少佐であり、イギリス領北アメリカ総督の、 フレデリック・ハルディマンドから指示を得ていた。ドペースターは、アレクサンダー・マッキーやサイモン・ガーティのような、イギリス・インディアン省のエージェントを使っており、どちらもオハイオ領土のインディアンと密接な関係を持ち、イギリス軍とインディアンの軍事作戦を強調させていた。デトロイトの作戦会議に出席した中に、色恋連邦の一つ、モホーク族の戦闘指導者、 ジョセフ・ブラントが率いるイロコイ族の代表がいた。ブラントは戦争が始まった時には戦闘指導者としてはまだ主要なものではなかったが英語を話せることやイギリス軍指導部とのつながりがあったことでイギリス軍の目に留まった。モホーク族の土地に関する苦情を議論するために1775年にロンドンに行った時植民地担当大臣のジョージ・ジャーメイン卿は 色恋族が戦争中もイギリスを支持するならば反乱軍が鎮圧された後でその土地の苦情も考慮されるだろうと曖昧な約束をした。ブラントは故国に帰り当時アップステートニューヨークに大半が住んでいた色恋族にイギリスの同盟者として参戦するよう促した。色恋連邦の6部族のうち4部族がイギリス側についた。 ブラントは戦中に熟練したゲリラ戦士機関となり、当初はブラントの志願兵隊と呼ばれる約100名の部隊を率いた。昔からの色恋族指導者たちがブラントのことをあまりにイギリスに近づきすぎる成り上がり者と見ていたので、その志願兵隊の大半は白人のロイヤリストだった。ブラントには戦中にインディアンの中から追随者が加わるようになり、 イギリス軍の大意に任官された唯一のインディアンとなったが文献などで述べられているように色遺族の戦争指導者ではなかった。ブラントは1777年にイギリス軍とインディアンが共同したニューヨーク侵攻に参加したが、その結果はサラトガでのイギリス軍の悲惨な降伏に終わった。その後1779年に大陸軍のジョン・サリバンが行い、 色イロコ族の土地を荒廃させた大規模な遠征の前後で数多いフロンティアでの襲撃を行った。1781年4月、ニューヨークのフロンティアでは戦えなくなったイギリス軍は、ブラントをデトロイトに派遣した。この移動の公式理由は予想される。クラークの遠征隊に対抗して、インディアンの支持を急合することが必要とされたためだった。 しかし明らかな非公式の理由は、そこそこの酒を飲むブラントが、ナイアガラ砦で酒を飲んだ挙句に、インディアン賞の役人と殴り合いの喧嘩をした後での、更迭だった。オハイオ領土とデトロイト地域の、西部インディアンは、色イ,イ族との関係がこじれていたが、ブラントの援助を提唱に迎えた。デトロイトの作戦会議で、ドペースターは、クラークの遠征隊に対抗するために、 インディアン部族が統合して、舞台を送るよう促した。5月、インディアンの指導者たちとインディアン賞の役人たちはこの目的で、アッパーサンダースキーのワイアンドット族の町で、選手たちの招集を始めた。8月半ば、ブラントとサイモン・ガーティの兄弟であるジョージ・ガーティは、約90名の色恋族、小ニ遺族を呼び、ワイアンドット族の選手と数人の白人とで、 南のオハイオ川に向かい、一方マッキーとサイモンガーティは援軍を集める作業を継続した。8月初旬、クラークはその部隊を船に乗せてオハイオ川をホイリングまで移動させ、そこでラフリーの部隊と落ち合うことにしていた。計画していたよりも長い5日間そこで待った後、兵士たちが脱走し始めていたのでラフリーを待たずにホイリングから出発することに決めた。 クラークは兵士たちを故郷から遠くへ連れて行けば行くほど逃げ出す気持ちも減ってくると考えていた。ラフェリーの部隊が8月8日にやっとホイーリングに到着した時、クラークはほんの数時間早くそこを出発したことが分かった。ラフェリーは次のような伝言をクラークに送った。敬愛する将軍私は今この基地に到着した。 船も食料も弾薬も残されていないことが分かった。小さなカヌーであなたの後を追わせてやるべきことを伝える。ここに書かれていることとどこで追いつくべきか指示を送り返してくれれば追いつくことになる。我々は軽装機兵を含め100名以上の勢力がある。クラークは8月9日にミドルアイランドから次のような返書をラフェリーに送った。 長い間あなたを待っていたが、あなたの到着よりわずか1日早く出てきたことを心から申し訳なく思う。ホイーリングで合流できなかったことを大変残念に思うが、我々のどちらを攻めるべきかはわからない。我が部隊の民兵は脱走を続け長く一箇所に止まっていられない。そうでなければ合流する境によくしただろう。 私は前にも挙げたような理由で、ゆるり移動するので、我々の知らない間に、我々を追い越したりしないよう最大の注意を、払ってほしい。最近は、大変苦しんできたが、再度私を勇気づけてほしい。ラフェリーとその部隊は船を建造した後でホイーリングを、出発し、遠征隊の主力に追いつけることを期待していた。一方クラークは、 チャールズ・クラクラフト少佐と少数の兵士に食料を持たせてを、スリーアイランドのキャンプに残し、ラフリー隊の到着を待たせた。クラークはさらに、オハイオ川を降り、クーナウ川の河口で停止したが、再度脱走を防止するために動き続けることに決めた。クラークは柱に結びつけた手紙を残し、ラフリーに後を追い続けるように指示していた。8月14日、 ラフリーはクラークに当てて、その兵士たちが、指揮王制で、命じられた場所に行くことにしていることや、クラーク隊からの脱走兵16名を捕らえ、共に連れて行っていることを伝えた。翌日ラフェリーは、スリーアイランドのキャンプで、クラークラフト少佐を見つけた。クラークラフトは、ラフリーに馬を乗せられる大型の船を渡し、その後に、クラーク隊に合流するために、カヌーで向かった。 翌8月16日、ラフリーは、サミュエル・シャノン大尉と7人の兵士に、クラークへの手紙を持たせて派遣した。この手紙では、ラフリーが、小麦粉が欠如しかけており、狩猟を行わせるために遅れたりしないようもう少し、食料を残してくれるようクラークに依頼していた。翌日ラフェリーは2人の兵士を狩猟に送り出したが、彼らが戻ってくることはなかった。 1781年8月18日夜、クラークとその部隊は、船で、グレートマイアミ川の河口を通過した。そこは、現在のオハイオ州とインディアナ州の宗教近くだった。ブラント隊は、オハイオ川北岸に隠れていたが、クラークの大部隊に対抗するには、勢力が小さかったので、性質を守り通り過ぎるままにさせていた。このことは、イギリス軍と、 インディアンにとっては一気だった。マッキーとサイモンガーティが援軍を集めるために遅れていなければ、インディアンが他のどの指揮官よりも恐れていたクラーク隊を、しかも脱走によって脆弱になっていたその部隊を吸収できたであろう。歴史家のランドルフ・ダウンズは、ジョージ・ロジャース・クラークの生涯を研究する学生は、1781年に、 オハイオ川を下っていたクラークとその部隊が、いかに破滅の縁に近づいていたか、いくら強調しても過ぎることはないだろうと語っている。ブラントは、クラーク隊を吸収する機会を見過ごしたが、間もなく、別の標的を見つけた。8月21日、ブラントは、クラーク隊に追いつこうとしていた、クラクラフトと6名の兵士を捕獲した。ブラントは、 シャノン大意の文献隊から数名の兵士も捕まえた。捕虜が持っていた手紙からは、ラフリー隊が、それほど遠くではないところにいることが分かった。ブラントは、敵が分散している間なら、容易にこれらに対処することができると考えたので、マッキーに急行する、よう督促する手紙を送った。ブラントは、 マッキーの援軍が到着しようとしていなかろうと、ラフリー隊を攻撃するための準備をした。8月24日午前8時ごろ、ラフリー隊は、グレートマイアミ川川口より、下流約11マイルにあった、クリークの川口近くでオハイオ川北岸に上陸した。当時のいくつかの簡潔な証言によれば、ラフリーは、ブラントの策略で岸に残していた捕虜になった。 アメリカ人が見えたので、騎士に引き寄せられた。ブラントは、ラフリーが上陸した後でこれを襲った。しかし、さらに詳細な証言によれば、ブラントがこの策略を考えたが、ペンシルベニア兵は捕虜を見つけることなく、たまたまわずか上流で上陸したことになっている。いずれにしてもラフリーの舞台は、まだ、マッキーの援軍が到着していなかったブラント隊が 攻撃をかけられるほど近くに接近した。ラフリーは、事態が敵地にあることを承知していたが、2日間も停止せずに、移動してきた後で兵士と馬に食事を取らせることが必要だったので、その小さな船体に上陸を命じた。アメリカ兵は上陸後に、新鮮なバッファローの肉を調理し、馬に放せる草を刈り、明らかに適切な警戒を怠っているように見えた。 近くの森に隠れていたブラントは兵士たちを再配置させてから発砲し、アメリカ兵を完全に驚愕に包ませた。アメリカ兵の中には弾薬が尽きるまで戦った者も,もいたが、攻撃が始まった時に武器の用意をしていない者が多かった。船で逃げようとしたアメリカ兵もいたが、ブラントはこれを予測し、カヌーに乗せた兵士を手配して、いかなる逃亡も抑えさせた。ラフリーは、 絶望的なくらい罠にはめられたことが分かり、兵士たちに降伏を命じた。両軍の勢力はほぼ同数だったが、ブラントは一方的な勝利を得た。アメリカ兵のすべてが殺されるか捕まえられるかした。ブラント隊に怪我人はいなかった。ブラントが作成し、デトロイトに送った詳細リストによれば、アメリカ兵37名が殺され、64名が捕虜となっていた。 いくつかの資料では、アメリカ兵の死者はその大半が降伏後に殺されたことになっている。その中にはラフリーも含まれている。ラフェリーは戦闘後に丸太の上に座っている時に小人族戦士がトマホークでその頭を一撃した。いくつかの証言によれば、ブラントはインディアンがさらに多くの捕虜を殺すことを妨げた。死者は頭皮を剥がれ埋葬せずに放置された。 この戦闘の後、インディアン選手たちとレンジャー部隊は、クラークの本隊に接近することを躊躇した。ブラントは、マイアミ川の上流に捕虜を抗軍させた。8月27日、マッキーが率いる、約300名のインディアン部隊、およびアンドリュー・トンプソン隊員が率いるバトラーレンジャーズ、約100名と合流した。捕虜を監視するために文献隊を残し、合流したインディアンと、 イギリス兵の部隊約500名は、クラークの本隊を追って、ネルソントリレに向かった。9月9日、捕獲したアメリカ兵2名から、クラークの遠征隊は、人員不足のために遠征を中止したことが分かった。イギリス軍とインディアンの部隊は、作戦がうまくいったことに満足して、その大半が解散されたが、マッキーは200名を説得して、ケンタッキーの襲撃に同行させることにした。 その襲撃は、ケンタッキー人が、ロングラン虐殺と呼ぶものに集約された。アメリカ兵捕虜64名は、部族の間で分けられた。これら捕虜の中の幾人かはその後殺された。インディアンはその監修として、家に連れ帰った捕虜の幾人かを、戦死した戦士の代わりに、儀式的な用紙にした。しかし、大半の捕虜は、デトロイトで、イギリス軍に売却され、 その後モントリオールの刑務所に送られた。数人は何とか脱走できた。残りは戦争が終わった1783年に釈放された。ラフェリーの遠征に加わった100名以上の中で最終的に故郷に戻れた者は半数に満たないか半数を超えたかと推計されている。ラフェリーの敗北はアメリカ史の中で一般にこう呼ばれるようになったが、 ウェストモアランド軍の人々にとっては大きな打撃だった。ほとんどすべての家庭が影響を受けた。軍住民はフロンティアを守る必要のある時に経験のある兵士の多くが一時に失われたことを継承と感じた。1781年12月3日、ピットトリデの新指揮間であるウィリアム・アーバイン将軍はジョセフリードに宛てて次のように書いた。 ウェストモアランド軍のラフリー大佐と約100名の最良の兵士を失うことで、この軍が被った停滞打撃を閣下に告げることは残念である。その中には、ストックリー大尉とそのレンジャーズ中隊も含まれていた。彼らは、クラーク将軍の遠征隊に加わるべくオハイオ川を降り、マイアミ川川口で殺されるか捕虜になるかしたことを多くの者が証言している。 彼らの多くが殺されたものと考えている。この災難に、クラーク将軍の遠征失敗が付け加えられ、人々は大変な動揺を抱えている。多くの者は春早々にも山の東側に引き返す、ことを話している。実際に野蛮人とおそらくは、デトロイトのイギリス軍が春には押し寄せてくると、理解するだけの大きな理由があり、基地を、軍を、 最悪の場合は国を守る方法がないと考えている。ラフェリーの派遣部隊を失ったことは、クラークの1781年作戦にとって、致命的な挫折となった。9月初旬、クラークは、ネルソントリデで、ケンタッキー民兵大使館と一連の作戦会議を、開いた。クラークはこの時も、私は最も効果を上げる見込みがないが大胆と、 見えるかもしれないいかなる行動にもあなた方を導く用意があると言って、オハイオ領土への遠征を主張していた。この作戦会議は季節が遅すぎることや使える人員が足りないことを理由にクラークの主張を退け、その代わりに防御に徹することとし、ただしデトロイトに対する新たな遠征は翌年に行うべきことという提案をした。 1781年10月1日、落胆したクラークは、私の鎖がほころびたように見える。私自身が、少数の兵士と、ちっぽけな鳥に取り残され、ここ数年監視を恐れ続けていた者たちの侮辱に、耐えられそうもないと記していた。クラークは1782年に、グレートマイアミ川沿いの小児族の町に対する、遠征隊を引き、これが、 この戦争で最後の行動となった。デトロイトに対する遠征を再度行うことはできなかった。ラフェリーの敗北からいくらか経って、ブラントとサイモン・ガーティは、オハイオ川沿いで抗論になった。当時の噂によれば、ガーティは、兄弟のジョージが勝利に貢献したとおそらく考えていたので、遠征の成功に関するブラントの手柄話に、立腹した。 この二人は酒を飲んでいたと伝えられており、殴り合いになって、ブラントがその件でガーティの頭を切りつけることで終わった。ガーティの傷は、回遊するまでに数ヶ月を要し、額に傷跡を残した。ブラントが10月に、デトロイトに戻ると、その足に刀傷を受けて感染し、当初は、切断を要するようになるかのように見えた。 この傷は公式には事故による事象だと報告されたが、街の噂では、ガーティとの喧嘩で受けたものだと言われていた。ブラントに従っていた色恋族は故郷に戻ったが、ブラントは、傷の治療のために、冬の間デトロイトに留まらざるを得なかった。セベラル・レターズ・オブ・ラクリ、ヨゼフ・リード、アンド・ゼネラル・アービン・アレ・パブリッシュド・イン・ザ、ペンシルベニア・アーカイブス。 ファーストシリーズ、ボリューム9、アンダーソン、S ジャーナルイズインザ、ペンシルベニアアーカイブス、シックススシリーズ、2、403、410。アンドイズアベイラブルオンラインスルーフィッシャーファミリー、ジーニアロジー、ウィッチオルソーハズ、APDF コピーオブザページーズフロムザ、ペンシルベニアアーカイブス、メニーアザーレターズアバウトザキャンペーンアレプリンテッドイン、ジェームズエージェームズ、エド。 ジョージ・ロジャース・クラーク・ペーパーズ、2ボリュームズ、ブリティッシュ・レターズ・リレーティング・ツー・ラクリ、SD ・フィートはパブリッシュド・イン・パイオニア・コレクションズ、コレクションズ・アンド・リサーチズ・メイド。バイザー、パイオニア・ソサイティ・オブ・ザ・ステート・オブ・ミシガン・セカンド・エド、ボリュームズ10、10&19、アンド・アレ・オンライン・アット・ザ・アメリカン・メモリー・ウェブ・サイト、パブリッシュド・バイザ・ライブラリー・オブ・コングレス、ハイライツ・インクルード。ありがとうございます。